おはようございます。ビガーレンの川原です。今日は上五島の、赤島というところにの磯に上がっています。で、夜から釣りをしてですね、ちょっと浅間詰め狙ってみたんですが、なかなか厳しくて、餌取りも日が昇ってから多くなってですね、ちょっと厳しい釣りが続いてますが、今回ですね、新商品、このラプター道糸なんですけど、これを使って今やってます。の色なんですけど、パープルを採用してまして、このパープルっていうのが海の中に入ると違和感なく魚に目立ちにくいということで、このラインを開発しました。で、このラプターなんですけど、海水とナイロンの中間比重 1.08 を実現することによって、セミサスペンド状態を維持してます。なのでライン操作性もかなり良くなってます。で、魚にも見えないということで、有効な釣りができるになってます。で、今また使ってるのがこのリュウガハリスですね。このリュウガはかなり直線性に優れてて、硬いハリスになってます。例えば激しいサラシの中や直線的に海の中に落としたい時に有効に使います。今ちょっとですね、サラシも激しくてですね、そういった釣りをするので、このリュウガを使ってます。で、今から、まだちょっと時間早いので、厳しい中ですが、大きいグレを狙っていきたいと思います。そろそろ農閑の時間になりました。今日はですね、梅雨黒の前の時期にしてはいい釣果だったと思います。オナガも口太も、肩も出ましたし、数もそれなりに出ました。これからですね、また梅雨黒に向けてとてもいい季節になりますので、皆さんも五島に来られてはいかがでしょうか。で、この模様は、詳しくは6月25日発売の釣りファン8月号で、ご覧ください。また今回ですね、活躍した LINE も読者プレゼントで皆さんにお出ししますので、ふるってご応募ください。今日一日ありがとうございました。